バタフライエフェクトの隠し場所について何か情報があるかも。でも、スメラギのビルってすっごい厳重なセキュリティで守られてるんだよね。はい。だけど隙はあります。資材搬入用の輸送列車、固定された建物と違って移動中の列車なら、セキュリティにも限界があるはず。僕らじゃとても無理ですけど、イクさんの機動性なら移動する列車に取り付けるんじゃないでしょうか。ジン君、涼しい顔してすっごいこと考えるね。いや、いい提案だ。それで行こう。
ご注文は、ご苦内最大規模を誇る電気メーカー、ガルガンチュアの代表取締役社長、インテリ私はガルガンチュア近世、お嬢様付きの万能秘書ヒューマノイド、ダイナイ、以後お見知りおき。ええって、ダイナイ、これから始末するっちゅう相手に、そないな挨拶せんでも。あ、失礼しました。そないな抜けたとこも、人間クソって、うちは気に入っとるんやけどな。もったいない大事です。あんたは下がっとき、ここから先はうちがやらなあかん。スメラギとは、そういう契約やからな。あんたは先に帰って、うちのためにコーヒーブレイクの準備でもしといてや。<笑>分かりました。 最高のコーヒーを用意し、お待ちしております。どうか、ご分。ほな、イクス、そろそろ始めようか。あんたに恨みがあるわけやないけど、うちがあんたを仕留めんと、ダイナインはスメラギに徴収されてまう。何の話だ。いや、単なる独り言。 あんたには関係ない話や。ただな、コントラクト、うちにも引けへん理由があるっちゅうことや。ほな行くで。 やるやないか。いてこましたる、逃がさへん。気入れてこか。とっておきや、グラビトンパンダモーニアム。 残りの解析は持ち帰って行うとしよう。了解。バタフライエフェクトの情報あるといいんだけど。あき
にあった？あるにはあるが、すさんでいることが多いな。場所も人々の心も。この前なんか石を投げられたもんね。マイナーズに？どうして？隠れ家が見つかることを恐れたんだろう。琥珀ちゃんたちみたいに温かく迎えてくれるところは少ないんだよ。そうなんだ。俺のような存在をかくまうのはリスクが伴う。忌避されて当然だ。だから活動拠点を提供してくれた琥珀たちには感謝している。そんな、私の方が感謝してるよ。この拠点好きに使ってくれていいからね。